強豪ドラ1の未来ドラフト会議。プロ野球で1年に1度行われる新人選手を獲得するためのイベントであり、この結果次第でプロ野球を志す男たちの未来が決まります。特にその年に最も評価される選手には多くの球団から指名が集まり、くじ引きにより交渉権が決定されます。そしてプロの門を叩いた後は結果を残し、スーパースターに上り詰める選手もいれば、プロの壁にぶち当たり期待通りの結果を出せなかった選手もいます。そこで一つの疑問が生じました。2000年以降にドラフト1位で複数球団に指名された選手が期待通りに活躍する確率は果たして何パーセントなのか。というわけで今回の動画は強豪のドラ1が活躍する確率を検証したいと思います。野球中継を見るような感覚で画面に全集中お願いします。評価基準。今回選手の評価基準は主観による偏った評価を避けるため、里崎チャンネルのスカウト編成能力チェックシリーズで使われていた里崎指数で評価します。里崎指数の選手評価は全部で7段階あります。こちらです。 SS が一番評価が高く、無印が一番評価が低いです。さらに一番左に数字、右にプラスがつくこともあります。詳しく説明していきましょう。こちらをご覧ください。これは里崎指数を用いた松坂大輔投手の評価です。一番左の数字、これはプロ入り後 WBC オリンピックに出場した回数です。アマチュア時代は除いています。そして一番右のプラス、これは新人王を受賞したかどうかです。 S はプロ野球で頂点を極めたことを意味し、タイトルを獲得したかどうかで決まります。ベストナインゴールデングラブ、野手だと首位打者、ホームラン王、打点王、最多安打、盗塁王、最高出塁率、投手だと最優秀防御率、最多勝、最高勝率、最優秀中継ぎ投手、最多セーブ、最多奪三振。この中のタイトルを2個以上獲得したら SS、 3個以上でも SS になります。松坂投手はこれまで何度もタイトルを獲得しておりますので、評価は SS です。続いてこちらの選手、岩貞祐太 A はプロ野球でトップを意味し、投手なら10勝35ホールドポイント、30セーブ、野手だと打率3割以上、ホームラン25本、70打点、30盗塁で決まります。1シーズンで1回達成したら A、 2シーズン以上で AA となります。岩貞投手は2016年に10勝を挙げているので A です。続いてこちらの選手、安田尚憲 B。 B はチームの中で戦力を意味し、投手なら規定投球回到達40試合以上登板、野手なら規定打席到達100試合以上出場が条件です。こちらも1シーズンで1回達成したら B、 2シーズン以上で BB です。安田選手は2020年に100試合以上出場しているので B になります。そしてそれ以外は、全員無印となります。ただ無印でも新人王なら無条件に B プラスとなります。選手評価では、実際に選手の評価を年代別に発表していきたいと思います。2000年以降複数球団の競合となった選手は全部で65人、外れ1位も含んでいます。なお NPB のドラフト制度は2006年まで高校生以外は逆指名制度が導入されていたため、今みたいな抽選は少なく、多くの有望選手はすでにドラフト前から入団が内定していました。また2005年から2007年までは高校と大学、社会人が分けられていました。では見ていきましょう。2000年、強豪なし。2001年、寺原隼人 AA。 2002年、高井雄平 S。 2003年、2004年は強�豪なし。そして2005年、高校、辻内隆信無印、片山宏 BB、 ヤン長宗現在は要第一官 SS。 2006年、高校、田中正宏 2SS、大峰雄太無印、殿上直道 BB、 増渕達義 B。 2007年、中田翔 2SS、 佐藤義則 A、 荒川祐希 A、 大学社会人大場翔太無印、長谷部浩平無印。2008年、太田大志 A、 野本圭 B、 松本圭次郎無印、藤原博道無印。2009年、菊池雄星 SS。 2010年、大石達也無印、斎藤佑樹無印、塩見隆弘 B、 山田哲人 1SS、 石峰翔太 A、 藤岡隆弘無印、高橋周平 SS、 菅野智之拒否、松本龍也無印、藤波慎太郎 1S、 東浜直 S、 森雄大無印、増田達志 S、 松永隆弘 BB、 2013年、松井裕樹 1S、 大瀬良大地
SS プラス、石川歩夢 1S プラス、柿田優太無印、杉浦俊弘無印、岩貞裕太 A、 2014年安楽智弘無印、有原浩平 S プラス、山崎康明 SS プラス、小笠原慎之介無印、平沢大河 B、 高山俊 B プラス、高橋純平 B、 2016年田中正義無印、柳優也 A、 佐々木千早無印、2017年清宮幸太郎無印、中村翔成無印、田島大輝無印、村上宗隆 A A プラス、安田久典 B、 川光介無印、2018年根尾明無印、細野海斗無印、上茶谷大河無印、藤原京太無印、辰巳涼介 B、 2019年佐々木朗希無印、奥川康信無印、石川隆也無印、川野流星無印、宮川哲無印。選手評価は以上となります。年度が近づくにつれてこれからの選手が多くなりますので、どうしても無印が多くなります。結果発表、では結果発表といきましょう。活躍の定義ですが、チームの戦力になったということで、B 以上にします。では発表しましょう。強豪となったドラフト1位選手が活躍する可能性は 53.8% でした。やはりプロの世界は厳しいですね。半分は期待通りの活躍をして、半分は戦力になっていないということになります。結果はご覧の通り、無印の比率が一番多く、次に SS、 S が多いです。強豪の選手はスーパースターになる確率も高くなります。では続いて投手野手別の活躍する確率も見ていきましょう。こちらです。投手が 46%、 野手が 60%、 野手の方が投手に比べて活躍する確率が高めという結果が出ました。さらに詳細にした表がこちら。投手は高卒が一番確率が高く、社会人になるにつれて低くなっています。野手はその真逆で、母数が少ないのもありますけど、社会人になるにつれて高くなっています。続いて球団別も見ていきます。12球団で一番活躍する確率が高いチームは、なんと育成部だと言われている我が阪神タイガース、続いて東京ヤクルトスワローズ。母数も多いのにこの確率はすごいの一言です。また無印の中に奥川投手が入っているので、今後の活躍次第ではさらにパーセンテージが上がる可能性もあります。というわけで今回は以上となります。ドラフトが終わったばかりのタイミングで、各球団のドラフト総括を点数で評価されている記事がありますが、その時は酷評されてても、数年後はあの年のドラフトは良かったなと言われることもあります。ドラフトの本当の評価は5年から10年以降と言われています。気長に待ちましょう。これからもこのような動画を上げていきますので、ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。